エゴイストジャム、エゴイストジャム、第一満足度、清水大地です。大阪関西を中心に活動しているインディーズアーティストをピックアップしてお届けしているこの番組、今回はですね、場所を変えまして江坂ミューズに来ました。というのもイベントを行います、ジャムコネクトエッジで、こちらにいらっしゃるのが、自己紹介お願いします。はい、江坂ミューズでブッキングしてます渕上健吾です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、共同でイベントを行わせていただくことになりましたので、はい、ぜひとも皆さん遊びに来ていただきたいと思います。で、今回はですね、いろいろとこのブッキングに、ね、至った経緯とか、であと裏側、いろいろとお話をお伺いできればなと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。江坂ミューズで産声を上げた音楽イベント、コネクトエッジ。江坂ミューズとタッグを組んだエゴイストジャムがフロアとステージをつなぎます。5月23日水曜日、コネクトエッジがあなたを待っている。気になる出演バンドは、中核ヤバイ節の君がそうなら僕はこう、君のアイアムヒーロー、アイスカルフ、君の好きな名曲は僕は好き、三角とバツ、何一つできないクズならこのステージには立っていない、プライマル、アコギとキーボードでぶちかます、シス、詳しくは江坂ミューズまで。エゴイストジャム。さあ、まずは今回なかなかタイトですね、5月の23日、ウェンズデー、はい、江坂ミューズでイベントを行うんですけども、はい、話いただいたのが3月ですかね。3月。2ヶ月あればね、面白いイベントできるかなと思って、はいはいはい、大変でしたね。大変でした。思った以上に大変でした。はい、僕の方からの一組ね、仲のいいバンドピックアップさせていただいて声をかけさせていただきました。で、江坂ミューズさんからは4組ね、イベントをブッキングしていただきまして、で、まあ、その若手とそれから、まあ、大阪市民で長年頑張ってるバンドとこうぶつけて、なんかいろんなものができればなと、共鳴できればなということで、そういう趣旨のもと、コネクトエッジというタイトルで、イベントタイトルでやらせていただくんですけども、コネクトエッジはあれですよね、ケンちゃんが考えてるんですよね。ね、コネクトエッジ、意味合いとしては、はい、縁を結ぶ、エッジって、うん、ね、縁っていうか、まあ、はいはい、なんていうんですか、この縁、縁っていうところなんですけど、うん、まあまあ、縁を結ぶっていうような意味合いで、その、はい、このイベントをタイトルをつけさせていただきました、はい、コネクト、みんなコネクトしていただいて、これも縁がつないでいただいたブッキングになっておりますのでね、本当、うん、頑張ったなと。いや、はい、なんかね、いいイベントタイトルつきましたね。いやいや、そうですね。で、まあ、今後はね、まあ、これをきっかけに、5月23日をきっかけに、どんどんまあ定期的にね、まあ、3ヶ月、4ヶ月スパンぐらいでやっていければなと思うんですけどね。長く続くイベントにしたいですね。いやいや、したいですね。江坂ミューズで産声を上げた音楽イベント、コネクトエッジ。江坂ミューズとタッグを組んだエゴイストジャムがフロアとステージをつなぎます。5月23日水曜日、コネクトエッジがあなたを待っている。気になる出演バンドは、中核ヤバイ節の君がそうなら僕はこう、君のアイアムヒーロー、アイスカルフ、君の好きな名曲は僕は好き、三角とバツ、何一つできないクズならこのステージには立っていない、プライマル、アコギとキーボードでぶちかます、シス、詳しくは江坂ミューズまで。エゴイストジャム。で、まあ、ここからはちょっとお話の裏側、はい、行きたいんですが、ブッキング難しいですね。ブッキングね、やっぱこれ本当に思うのが、縁を結んでくれるなと思って、やっぱりそうですよね。だ、自分から動かんと何も始まらんねんなっていうのもありますし、待ってるだけじゃ何もけえへんねんなっていうのが、うんうんうん、やっぱり今回いろいろやらせていただいて思いましたね。はいはいはい。で、ケンちゃん自身ももともとバンドマンだったそうですね。で、ブッカーになって、で、逆にバンドマンと言ってどういう声がかかったら出ようみたいな、やっぱりそうですね、面白そうな一日に何か意味合いがある日っていうのはやっぱり結構重点を置いて考えてましたね、うんうん。まあ、お友達のバンドに呼ばれたりしてっていうのでも行くこともありましたし、はい、じゃあライブハウスの方からお話来た時は、うん、じゃあその一日がどういう日なのかなっていうところを聞いた上で検討するみたいな感じでしたね。やっぱりそうですよね、うん、
楽しい一日がやっぱりいいですね。いや、楽しい一日がいいですよ、うん、で、そこから逆に物販やって、うん、どういうふうにこうブッキングをするように心がけてることがありますか。そうですね、やっぱり自分がそうやって、呼ばれた時に行きたいなって思えるような、うん、そういう何か一日の意味っていうのがある日を頑張って自分で作っていきたいなっていうのがあって、それでブッキング組ませていただいてるところですかね、やっぱり。で、当然それが毎回毎回全部に意味を持たせてできるかって言ったら、それはやっぱり難しいことではあるんですけども、うんうん、まあ、僕の手の届くところは全部そうやって意味を持たせてやっていきたいなっていうのはすごい思いますね、うんうん、で、今回ですよ、この5組、はい、はい、いろいろと声かけて、まあ、僕が一番最初に君がそうなら僕はこうに声をかけて出演いただく。で、そこからですか。そこからですね。あ、そこからなんですね。だ、何清水さんが呼んでいただけるかが全くわからなかったんで。なるほどなるほど、はいはいはい、はい、どういうラインで来んねんやろって来て、はい、決まりましたって来たのが、うん、ね、君僕さんなので、はいはいはい、参ったと。はいはいはい、これは僕も気合い入れていっぱいいいバンド呼ばなあかんと、うん、清水さんに喜んでもらわなあかんと思ってね、はい、頑張りました、ね、ありがとうございます。で、まあ、そこからまずどこにどう声かけてるの。いや、まず、三月とバツさん、はい、これはもう、他のイベントの日に、うん、見させていただいて、はい、リズムコンテスト、うんうん、で、それで、飲んで、うん、一緒に打ち上げして仲良くなって、うん、で、よかったら出てくれへんかなっていうところでお伺いさせていただいて、はい、あ、もう直接オファーですか。そうです、飲んでる時に。いや、飲んでる時はさすがにまだ、うん、ね、そのどういうイベントになるかっていうのをまだ揉んでるような状態なので、はい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 、で、その後ですね、うん、清水さんがこの一バンド決めてきた後、うん、お声かけました。なるほど。あ、で、そこからもうどん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 話は進んで。そうですね、うん、よかったらぜひぜひっていうのを、うんうんうん、決まってるかも。いや、決まってる。そうですよね、ブッキングの一番の悩み、決まるか決まらへんかってもやもやしてるのが一番しんどいですよね。なんかね、パズルがはまればいいんですよ。こう思い描いてるね、こう、うん、この人とこの人一緒にやってさらにこうなってっていうので、はい、思い描きはするんですけど、まあその通りにはなかなかいい感じ。難しいですよね。みんなの予定がありますので、うんうん、まあ僕の、まあ、イベントの組み方は、まあ、これまで何回もやらせていただいてるんですけど、やっぱある程度は軸は必要ですよね。で、軸があってそこからこうどことどこをぶつけていくと面白くなっていくのか、で、そこからまた他で考えると、やっぱある程度僕が頑張って何年も活動しているバンドと、それからこう若手と一緒にやって若手がもっとこう上を目指していくような環境を作ってあげたいっていうのがやっぱ一番かなっていうね。本当にね、そういう、なんて言うんでしょう、切磋琢磨できるような場所をやっぱりライブハウスが提供してあげれるのがやっぱりいい形なのかなと。そうですね、こういう、ね、歴が長い方が、うん、浅い方をこうつないでいく、うん、まあ、ここもコネクトしていただいて、はいはい、ね、戦える場所を設けてあげれるかなっていうところが、うん、ライブハウスの醍醐味かな。そうですね、やっぱ来てやっぱ一番ワクワクしてほしいですよね、その日をね。そうですね、お客さんにもそうですけども、うん、やっぱり出演していただくアーティストにもやっぱり意味見出していただいて、すげえ楽しかったっすって言ってもらえたらもう一番かな。いや、やっぱりそうですよね、ほんとそうやと思いますわ。江坂ミューズで産声を上げた音楽イベントコネクトエッジ、江坂ミューズとタッグを組んだエゴイストジャムがフロアとステージをつなぎます。5月23日水曜日、コネクトエッジがあなたを待っている。気になる出演バンドは、集客やバイブシの君がそうなら僕はこう、君のアイアムヒーローアイスカルフ、君の好きな名曲は僕は好き、三角とバツ、何一つできないクズならこのステージには立っていないプライマル、アコギとキーボードでぶちかますシス、詳しくは江坂ミューズまで。エゴイストジャム。じゃあ次、はい、アイスカルフ。アイスカルフはどんな形で決まったんですか。僕はここ知ってるんですよ、アイスカルフは。ね、つながりありましたね。やっぱ清水さんのこのね、人脈の広さは知ってます。なので多分、はい、僕が何出しても多分知ってんねやろうなって思って、やっぱアイスカルフはね、お名前は
は知ってて、はいはい、でなんかこの日一日通して、うん、やっぱりそういう合いそうなバンド、一日を楽しくしてくれそうなバンドって考えた時に、うん、ぜひこのバンド出てほしいなっていうところを思いまして、はいはい、でミュージシャンのつながりから、ねうんうん、声をかけさせていただいたという形ですね。あ、なるほどね。本当にこれも縁がつないでいただいたコネクトしたという。あ、僕も声かけようかと思ってたんですよ。あ、本当ですか。はい、君がそんなら僕はこう決まって、で合うバンドっていうのを探してた時に、あっと思って、でも、まあ、4組ブッキングしていただくっていうのも信頼して信頼してどうなるのかっていうところでね、アイスタルが上がってきたんで、おっと思って、おいや、これはちょっとすごいなと思ったんで、逆にみたいな、コネクトします。コネクト、ここがまずはここがね、コネクトしないと。よかったよかったよかった。いやいや、そうなんですよ。だからもともと僕はもう若手中心で、はい、1組、頑張ってるバンドで入れて、ここがこう繋がっていって、でまた次が繋がっていってみたいなのでイメージしてたんですけど、もうちょっと僕の想像をはるかに超えたブッキングだったんで、言っていただけますか。それは面白いですよね。はい、じゃあ次はプライマルですね。はい、はい、いやー、もうプライマルさんも出ていただけるので、元々繋がりだったんですか。そうなんですよ。あのね、新しく入ったドラムが、はい、前からずっと僕がバンドやってる時から仲良してたんで、うんうん、でそれでお声掛けさせていただいて、はいはいはい、縁ですわ。ああ、やっぱ縁はやっぱ大事ですね。縁大切、本当に。でもやっぱり縁をつなぐにはまず点を知っとかないと。そうなんですよ、縁にならないんで。本当に、じゃあ本当なんかこういうお仕事でそうやってなんか今まで点々であったものが、はいはいはい、なんかね、つながった感じがすごい、この点々のものが。では続いてシスですね。はい、はい、ね、ピアノと、うん、ボディのユニット、うんうん、ご覧になられたことないですか。いや、ないです。ライブパフォーマンスがね、はい、熱いんですよ。はい、2人組で、うん、まあ、ユニットなんですけども、うん、全然バンドに負けないパフォーマンス見せてくれる。あ、そうなんですね。面白いです。へ、熱いライブをしてくれますので、まあ、熱苦しいぐらいのライブをやってくれます。あ、なるほど。そうなんです。男女のユニットでそのアコギでキーボードでっていうので、はい、バンドっていうのこれまた面白いですよね。面白いですね。この、ね、このどうやってほんならシスさんはこのメンツと戦っていただけるのか、うんうん、ここも見ものかな。そうですよね。僕はそれを期待してシスさんの声かけです。あー、なるほど。これは楽しいですね。楽しいです。はい、江坂ミューズで産声を上げた音楽イベントコネクトエッジ。江坂ミューズとタッグを組んだエゴイストジャムがフロアとステージをつなぎます。5月23日水曜日、コネクトエッジがあなたを待っている。気になる出演バンドは中客エバイブシの君がそうなら僕はこう、君のアイアムヒーローアイスカルフ、君の好きな名曲は僕は好き三角とバツ、何一つできないクズならこのステージには立っていないプライマル、アコギとキーボードでぶちかますシス。詳しくは江坂ミューズまで。エゴイストジャム。じゃあここからはですね、ちょっと話も変えて、はい、バンドマンの理想の動き方がどうなのかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけど。そうですね、うん、バンドマンの動き方、まあいろんなバンドごとの動き方ってすごいあるんですけども、はい、僕が見てていいなって思うのが、うん、1年後の自分ってどうなってるやろうっていうことを描いて動いてるバンドって強いなって思うんですよね。まあ、今日から1年間のスケジュールを立ててるバンド、はい、本当にざっくりでいいんですけども、うん、じゃあ何月に、CD 作りたいね、何月にイベントしたいねとかいう、こういうなんか1年間の流れで捉えてるバンドって、はい、すごい成長が早いかなっていうのを見えるんですか。でも確かにそうですね。常に僕もフロアに行ってってその動きが見えてるバンドっていうのは追いかけたくなりますし、うん、次どうなんやろうっていうワクワク感もありますし、そこの見えてるバンドってやっぱりいいなっていう動き方をしてますね。やっぱここがふわっとしてしまってると、うん、なんかね、お客さんにそういう、じゃあこのバンドどうなっていくんやろっていう、はい、なんかワクワク感っていうのがちょっとなんか
薄いのかなっていうように思っちゃうかなっていうところですかね、うん、そうですよね。そう考えるとやっぱりこうある程度こう、まあ、リリースをしてでツアーオープンの時でも1ヶ月2ヶ月とかではなくてもっとこう長いスパンで見て売りの内容に動いていくとでまたその次につながるものも出来上がってくるんじゃないかなっていう気がねするんですよね。そうですよね、うん、いろんな本当にバンドによって形っていろいろなんで一概にも言えないんですけど、はいはい、やっぱワクワクさせてくれるバンドっていうのはなんかその辺考えて動いてるなっていうのが見えるんですよね、うんうん、でケンちゃんもバンドやってる時は年間スケジュールで組んでたんですか。そうですね、年間スケジュールは絶対でしたね。これはもうみんなで集まって相談して、うんうん、やっぱりここまでにこれをやりたい、じゃあ次そこの動くためにはどうしようかっていうのをバーって立てて、うんうん、でそれをまあ本当にね、1年先のことなんてすごいざっくりでしかないんですけども、うんうん、それを都度都度でそのスケジュール見ながら進めていく、うんうん、でどこがどうずれてきてるかっていうのを調整しながら動いていくと、はい、前に進んでいこうっていう感じがちゃんとお客さんにも伝わっていってたのかなっていうのがありますね。そうですね、次どうしてくれるんだろう、でいついつライブがある、いついつ CD リリースがある、でいついつミュージックビデオが上がるとかっていう、常にこう前に前に進んでいって、でお客さんがどん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 こう広がっていくっていうのがやっぱり理想ですよね。そうですよね、うん、やっぱりワクワクさせてくれるバンドにならないとかっていうのをずっと考えておいてます、うんうん、で今回のこのイベントですよ、本当にバンドマンにとってもそしてエゴイストジャム江坂ミューズの共同イベントということで、これもどんどんこう次につなげていきたいですね。まずね、もう、うん、息の長いイベントにしたいですね、うん、本当にそうですね。ここはね、もう僕と清水さんでもうまたこうしたら面白いんちゃうか、あしたら面白いんちゃうかっていういろいろちょっと、ね、そうですよね、相談していきながらできればな、うん、でちょっといろいろ話してね、何個か今、うん、案上がった中でも面白いじゃないっていうのがそうですね、いっぱいありましたね。ありますね、これまだ言えないですけど言えないですけども、もうすでに次動いてますので、ぜひとも楽しみにしておいていただければと思います。江坂ミューズで産声を上げた音楽イベントコネクトエッジ、江坂ミューズとタッグを組んだエゴイストジャムがフロアとステージをつなぎます。5月23日水曜日、コネクテエッジがあなたを待っている。気になる出演バンドは中脚ヤバイ節の君がそうなら僕はこう、君のアイアムヒーロー、アイスカルフ、君の好きな名曲は僕は好き、三角とバツ、何一つできないクズならこのステージには立っていないプライマル、アコギとキーボードでぶちかますシス、詳しくは江坂ミューズまで。エゴイストジャム、はい、ということでいろいろとお話ししてきましたが、5月の23日江坂ミューズにてエゴイストジャムと江坂ミューズさん共同でイベントを行っていきます。これが皮切りね、どん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 展開していきたいなと、2回目3回目と続けていきたいなと思いますので、ぜひとも遊びに来てください。はい、そしてケンちゃんからも一言、はい、ぜひ面白いイベントこれからも作っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、それではライブハウスでお待ちしております。